俺たちのカードは書物の神トトと創造の神クヌム。お前の未来が見える漫画のスタンドと俺の顔が変身できるスタンドがあれば、俺たちは無敵の兄弟だな。あ、新しいページが現れたぞ。オインゴとボインゴは仲良し兄弟。兄弟の次なる冒険は、アスワンの町に入ると、お、いたぞ、ニック機5人の敵がいるぞ。やつらは話し合ってます。アブデルの傷は軽いが、家教員の目が心配だな。医者は入院の必要がありと言ってるぞ。家教員とはどうやらこの町で別れるしかないようだな。おい、たくさんカフェがあるぞ。やっべ、やつらが入ったカフェにはすでに閉院に化けたオインゴが先回りしています。オインゴは漫画の予言通り、紅茶にコロリと死ぬ毒を盛りました。やつらはあまり心配しているので、毒入りの紅茶を飲んでしまいました。ごくっ。でも犬が邪魔をしたので飲み込みはしなかったのです。あの犬め、畜生、失敗だ。兄弟はものすごく悔しがりました。でもすぐに気を取り直すと、兄弟は3人と1匹の後を追います。後を追っている途中、とてもムカつく顔の男とすれ違います。兄弟はこういうタイプの顔は大嫌い。男は全然悪くないけど、意味もなく殴ってやると、おかっ。ひぃ、そのムカつく顔の男は大慌て。大金の入った財布を落としていきました。わーい、大儲け。兄弟はほんとラッキーピース。ジョースターたちは自動車に乗って二人のいる病院に向かおうとしている。兄弟も再びジョースターたちを追います。先回りしたオインゴ兄がその車にオレンジに見せかけた爆弾を仕掛けました。飛ばされたのはジョータロウです。しかし飛ばされたのはジョータロウに化けたオインゴ兄でした。しかも悪いニュースはまだまだ続きます。財布を落としていったやつが企業にも仲間を連れてやってきたのです。これではボインゴも敵討ちに行くどころではありません。でもくじけちゃダメだよボインゴ、人生とはそういうものだから。兄弟は仲良くリタイアしてしまいました。ジョータロウたちは襲われたことさえ気づかず、戦いは終わっていたのです。